Everything's ready. You're on the dark side of the moon. Play the five times. 20世紀ロックへようこそ。今日は久々に収録パターンでお届けすることにしたんですけど、ぶっちゃけおよそ3ヶ月ぶりだったりするのね。なのでちょっと何をどうすればいいのか勝手がつかめてない部分もあるんですけど、まずはとにかくガンズ&ローゼズのファーストアルバム、アペタイトフォーデストラクションで止まってた時間を、同じくガンズ&ローゼズの、ユーズ・ユア・イリュージョン1の全曲トークから再始動することにしました。で、このユーズ・ユア・イリュージョンっていうのは、彼らのセカンドアルバムっていう認識でいいと思うんだけど、その1987年のデビュー以来、間にライズって変則的な作品をリリースしたり、精力的にツアーしてたとはいえ、1991年になって、ようやく、本当待望の、およそ4年ぶりにリリースされた作品だったりすると。しかも時代的には CD が主流だったってことで、収録時間70分超えの大作が2枚同時発売っていう。要はそれぞれがレコードだと2枚組ボリュームなわけだから、こう持ってる楽曲全段打ち尽くして、ぐわーって世界を回って解散するみたいな。もしかしたらそんな構想があったんじゃないかって、今になって振り返ると、そんな気もしてきちゃったりしますけどね。そうそう、今日たまたまこの動画にたどり着いたぜって人に一応お伝えしておくと、このチャンネルでは20世紀ロック普及委員会ってなスタンスで、時代や国境を越えてロックネタの動画をガンガンアップしてるんで、ロック好きだぜとかロックに興味ありだぜって人はね、ぜひチャンネル登録しておいていただけたら嬉しいです。それでは早速 Use Your Illusion 1の全曲トーク、レッツスターティン。まずオープニングを飾るのは Light Next Door to Hell、 地獄のすぐ隣って物騒なタイトルのついたスピードナンバーですけど、こうイントロからダフ・マッケイガンの硬いベースに導かれて粘っこいギターリフが繰り出される。これぞガンズ&ローゼズっていうパンキッシュなハードロックで、なんだろう、前作でノックアウトされたファンにとってはまさにガンズ健在っていうか、ほんと1ミリも目減りしてない、むしろパワーアップしてるんじゃねって、嫌顔でもアルバムに対する期待感が高まりまくる、理想的なオープニングナンバーだと思いますね。そのアクセルの豪快な歌いっぷりもたまらないし、何より疾走感、高揚感に満ち溢れてるっていう、それでいて3分きっちり駆け抜けてあっさり終了するみたいな潔さも感じさせてくれるんで、前作の延長じゃんって言われたらそれまでですけど、これはこれで大歓迎なリスタートだったんですよね。2曲目には一転してミドルテンポのブルージーなロックナンバー、ダストゥンボーンズが収録されてるんですけど、なんだろう、2曲目にしてこう懐の深さというか、前作に比べてぐっとバンドとして成熟した印象を与えてくれるってい う, こう音楽的に深みを増してるっていうかね、こうした成長を当時のリアルタイムのリスナーが望んでたのか受け入れてたのかっていうと正直疑問だし、この曲単体で突出した魅力を放つかっていうと、それも微妙かもですけど、そのアルバムとしての構成とか緩急を考えた時にはこういうカードを持ってるってこと自体が他のハードロック勢にはない強みだと言える気もするんですよね。とにかく渋い曲です。で、3曲目に早くもというか意外性のあるまさかのカバー曲、リブ&レッドダイが収録されてて、これは007死ぬのは奴らだの主題歌として知られるウィングスというかポール・マッカートニーの楽曲ですけど、いわゆる自分たちのスタイルで塗り直す、焼き直すっていうより、どちらかというと原曲に忠実で、こう特徴的なキメのフレーズとかドラマティックな展開とか基本的な作りは踏襲されてるんですよね。それでいて全然借り物感とかないんで、ほんと選曲の妙というかハマってるなって印象なんですよね。彼らは後にカバー曲だけのアルバムをリリースしてたりもするんで、単純にカバーは得意というか好きなのかもしれないですよね。このリブ&レッドダイなんて、なんなら代表曲の一つに数えたくなるし、そのウィングスのオリジナルよりスケールアップされてたりもするから、ぶっちゃけこっちの方が好きって人結構多いんじゃないですかね。とにかくライブ映えも抜群な、3曲目にしてハイライト的な楽曲って言える必聴ナンバーだと思います。ぜひチェックしていただきたいです。4曲目はシングルとしてもヒットしたというか、何気に全米チャートでトップ10入りしてるヘビーメロって感じのナンバー、Don't Cry で、これ別バージョンがその同時リリースされた双子の弟、Use Your Illusion 2にも収録されてたりするんで、メンバーにとってもお気に入りというか、重要作だったのかもですけど、メロディアスではあるけど、ことさらにキャッチーってわけでもないし、正直俺はそこまでこの曲に重きは置いていないっていう。とはいえこれもアルバムにバラエティ感をもたらすことにはつながってるし、スケール感も半端ないレベルなんで、この時期のガンズだからこそ形にできた珠玉のパワーバラードって気はしますけどね。つか途中からスラッシュのエモいリードギターが楽曲をグイグイ煽るのは特筆ものというか、なんだかんだで聞き逃せないポイントだと思います。で、A 面のラストにはもうイントロから弾けまくりのいい意味で騒がしいナンバー、
パーフェクトクライムが収録されてて、もうねこれぞハードなロックンロールの真骨頂って気もするんですけど、ただほとんどハードコアスレスレっていう勢い任せなプレイはちょっと荒削りすぎる気がして、本当わがままな話なんですけど、尋常じゃないパワーとかスピードだけで押し切る曲はもういいのかなって、このアルバムではすでにネクストレベルを期待しちゃってるのでって、むしろ本音としてはそんな感じだったりするんですよね。まあ、くれぐれも爽快感ありまくりの最高にクールでかっこいい曲なんですけどね。で、盛りだくさんの A 面を聞き終えてひっくり返すと、思い切りレイドバックした雰囲気の You Ain't The First が流れ出すんですけど、これはもうベガーズバンケットの頃のストーンズが得意にしてたカントリー調の穏やかなナンバーとしか言いようがない。あのイジーストラドリンって2人目のギタリストであり、ガンズ随一のソングライターでもあるイジーがこの曲も手掛けてたりしますね。つかファーストはそのどこを切ってもガンズ印っていうか、こうバンドのスタイルを印象付けることに終始してたと思うんですけど、このセカンドはねまだ半分も来てないですけど、でも結構な振り幅だよなって、まあ、改めて思いますね。そのボリューム感だけじゃなく楽曲のバラエティ感も半端ないっていうね。B 面2曲目はカウベルとブルースハープに導かれるイントロだけで、なんならブラッククローズあたりに通じる南部フィーリングを感じさせるバッドオブセッションって曲なんですけど、そうだな、後期レッドゼッペリンを彷彿とさせるグルーヴ感も携えてる、まあ、とびきり活かしたクールでルーズなブルースロックって感じですけど、あの楽曲全体にホンキートンクなピアノが効いてるんですよね。つかガンズは何気にこのアルバムからディジーリードって鍵盤奏者が加わっててともすれば忘れがちだったりしますけど、あくまで6人組ってことになってたりするんですよね。つかドラマーもマット・ソーラムって人にチェンジしてて、それがこうゼッペリン系のパワフルなドラミングにつながってるっていう。ちなみにこの曲でめちゃめちゃ印象的なブルースハープを吹いてるのはマイケル・モンローだったりするっていうのも贅沢な使い方だよなって思いません？あえて歌わせずハープ吹かせるっていう、まあ、これが驚愕レベルでバチッとハマってるんですけどね。で、次は個人的にはこれぞガンズ節ど真ん中って思ってたりもするバックオフビッチって曲なんですけど、まあファーストの延長線って言われちゃったらそれまでなんですけど、でもこうハードにドライブするロックンロールっていうかさ、ちょっと例えとして適切じゃないかもだけど、こう前世紀のエアロスミスをバックに ACDC のブライアン・ジョンソンが歌ってるみたいな、いやそれってつまりガンズじゃんってことなんですけど、こういうフィーリングを味わいたくてガンズのアルバムをターンテーブルに載せるっていう、そういう側面ってあるわけなんで、うん、好きな曲ですね。もはや安心感というか安定感がある気がしますもん。ほいで B 面のラストはシンプルなギターリフで押しまくるアップテンポのナンバーダブルトーキンジャイブ。これはもうイントロの前のめりな8ビートだけで快感レベルマックスだし、アクセルの低音ボイスもめたくそクールっていう、もうそのロック欲っていうかロックを浴びる心地よさを全身で享受するだけっていう、いい意味でそんな感じの曲だったりしますけど、音数の少ないギターソロがさ、これなんともドラマティックで、あのスラッシュってギタリストはフレーズ以前に音色一発で勝負できるから、こういうソロが普通に成立するしかっこよく決まるんですよね。つかフェードアウトと入れ替わりでスパニッシュ調のアコースティックギターが挿入されてるのはさすがにちょっと唐突に感じるんですよね。まあ、次の曲に行く前に気持ちを切り替えるためのインタルードみたいなものなのかなとは思いますけどね。でここから2枚目 C 面になるんですけど、1曲目がいきなりバラードで、しかも9分近い超大作っていう、もうガンズの楽曲の中で最も美しくて俺が最も好きかもしれないドラマチックで壮大な曲ノベンバーレインだぜと。この曲は下曲もシンガーのアクセル・ローズが手掛けてるらしいんだけど、そのピアノを主軸にストリングスまで加えて、ほんと歌メロ歌そのものを大切にした丁寧なアレンジが施されてるんですよね。まあそうだな、こういう勇壮な曲って今となっては極めて前時代的なのかもしれないですけど、でもたかだか10分弱なんで、そのフルでじっくり耳を傾けるくらいのゆとりはどれだけ時代が変わってもキープしていたいと思っちゃいますけどね。あと歪んだハンバッカー、その伸びやかなレスポールの音色っていうのは本当ロックの象徴なんだよなって、そんなことも実感しちゃいますけどね。つかエンディングを迎えて満足しきったと思ったその後でもう一段、言ってみりゃフォルテの後でフォルテシモみたいなギターソロが来るのとか分かってても毎回ゾクってなるんですよね。とにかくかっこいい大名曲だと思ってます。で C 面2曲目はアコースティックギターと電気仕掛けのスライドギターのマリアージュがどことなくストレンジな雰囲気を醸し出してたりもするザ・ガーデンって曲なんですけど、まあ、大作バラードの後なんで若干拍子抜けというか、その場面を切り替えるにしてもちょっとまったりしすぎではって思っちゃったりするっていう、いやくれぐれもこれはこれでクールな楽曲なんですよ。
何気に緩急のある展開とか随所に創意工夫が感じられたりもするので。なんだけど、例えばアリス・クーパーがゲスト参加しててラップ調というか語りかけるようなボーカルを披露してたりするのとかもそこまで効果的とは思えないというか、ちょっとね、ビッグネームの無駄遣いって気がしなくもないっていう、この曲に関してはどう頑張ってもネガティブな感想に聞こえちゃうのかも。まあ、実際はスラッシュのギター一発で全部許せちゃったりするんですけどね。で、次はガンズ流パンクというかパンキッシュなアプローチに振り切ったスピードナンバーガーデンオブエデンですけど、さすがにこれとかは言葉を添えること自体がナンセンスというか、本当頭空っぽにして浴びてってそれしか言いようがない。疾走感も爽快感もワクワク感も申し分ない最高のロックンロールってことに尽きるんですよね。まあ、パンクに振り切ったって言っても、ね、粘っこいギターリフにしてもアクセルの歌唱にしてもあくまでハードロック仕込みではあるんですけどね。まあ、それこそがこのバンドのそのガンズ&ローゼスならではの魅力なんでね、まあ文句のつけようがないっす。ほいで C 面のラストに収録されてるのが Don't Damn Me って曲なんですけど、これアップテンポだし全然地味とかじゃないんですけど、なんとなく埋もれがちというか印象に残りづらい目立たない曲だと思うんですよね。あの普通にガンズらしいし合格点だし、つかイントロだけでつかみは OK 的なかっこよさがあるし、途中で一度スローダウンしてからもう一回グワッと立ち上がるみたいな展開も最高にスリリングだったりするっていう。そうだな、こういう曲はむしろアルバムの流れの中で捉えるんじゃなく、この曲だけを単体で抜き出した方が魅力に気づいてもらえるんじゃないですかね。実際シャッフルで流れてきたら名曲すぎてビビるみたいな。シングルの表題曲とは言わないまでも、シングルの B 面に潜んでたらもっと評価高かったんじゃねって、そんなことを考えちゃう楽曲だったりします。いよいよ D 面最終章の幕開けを告げるのが王道アメリカンロックというかパーティーロック的でもあるおおらかなグループがたまらないナンバーバッドアップルズなんですけど、これびっくりするほどファンキーというかイントロのレッチリかよみたいな16ビートのギターカッティングが印象的で、まあ、本編はガンズお得意のルーズなロックンロールって感じなんですけど、これもそうだな、一つ前のDon't Damn Me と同様ちょっとアルバムの中に埋もれさせるのはもったいない、隠れ名曲だと思ってますね。あの名盤あるあるっていうか、大作すぎるとどうしてもそういう曲が出てきちゃうんですけどね。ほいでラス前に配置されてるのがデッドホースってストーンズの曲にありそうなタイトルのナンバーなんですけど、これは一瞬アコースティックな仕立ての穏やかなナンバーなのかなと思うと、そこから一転怒涛のガンズ節に切り替わるっていう。でもちろんスラッシュの伸びやかなギターソロもバッチリ主張してくるっていう、なんだろう、ほんと最後の最後まで抜かりないというか、聴いてるこちらとしても気を抜けない、おそらくこういうアルバムのことを充実作っていうんだろうなって、最終曲を待たずにそんな気持ちになれちゃうんですよね。でいよいよ正真正銘のラストナンバーコーマの出番がやってくるわけなんですけど、これがちょっとした異色作というか、そもそもこのアルバムで最も長尺な10分超えの大作っていう、あのスタートの時点ではノーマルなガンズ節で10分もある曲とは思えないトーンで普通に始まるんですけど、途中でグッと沈み込んで後半はたっぷりめなギターソロで引っ張るっていう、そうだな、ある意味ラストソングっぽいとも言えるんですけど、不思議というか異質な印象を残して終了するんですよね。まあ、あくまで前編のエンディングで後編にこうご期待みたいな、そういう終わり方なのかなって、そんな気もしますけどね。あの2枚組のアルバムはどうしても動画の時間が長くなっちゃう傾向があるわけですけど、かといってあんまりさらっと終わらせちゃったらそれって全曲トークの意味なくなっちゃうし、悩ましいっちゃ悩ましいところなんですよね。今日も後半結構巻いたつもりだったりしますけど、でもこんなペースでパート2も見てもらえるのか不安っていう、まあ、とにかくこの Use Your Illusion ってアルバムは1と22つで1つというか双子アルバムなので、次回は Use Your Illusion 2の全曲トークをお届けしようと思ってたりします。なんつって3ヶ月後とかになったらその時は笑ってというか笑って許してって感じだったりします。それでは今日はこの辺でベターなロックに乾杯。